鉄壁まで時間がかかるので必要な人がいれば今のうちにコンビニに行くことをお勧めします。この船はボットではなくプレイヤーなので倒すのは骨が折れそうだね。具体的には脊髄が折れそうって意味です。近距離でエンジンを吹かしながらミサイルの迎撃能力を試しています。どうも皆さんこんにちは。今回もやっていきましょう。モダンウォーシップス。今回使っていく艦艇は防空最強のバヤーグです。今回はこのバヤーグを使っていい感じの防空を思いついたので検証していきたいと思います。編成を見つけたから動画化とかじゃなくて検証の段階なのかよ。今回撮影した動画を総務省の審査会に提出して審査してもらって検証結果とします。いくら総務でもそこまで総合的じゃないから。防空以外の編成は割と使える編成だと思うので気になる人はぜひ真似してみてね。すでに特許出願済みだけど、モダンウォーシップスの編成内容で人儲けしようとすな。バヤーグの防空は全部で8個あるんだけど、そのうち4個をミサイル防空、残りの4個を機銃系の防空にしていきます。防空の種類でバランスを取ろうとしてるわけだな。今回のミサイル防空はシーラム、ミサイル防空の中で一番信頼できる防空だな。そして4個枠の方には機銃系の中で一番かっこいいタイプ2030を採用。採用機銃がすでに性能じゃなくなってますけど、強いかどうかよりも楽しんでこそモダンウォーシップスだからね。それだと今回の企画全指定してますけど、こんな感じで編成完了したのでいざプレイしていきましょう。マップは緑の諸島。まずはいつも通りヘリでの索敵から行きましょう。ヘリ変えるの忘れてたけど、なんて今回は強化のブラックゴーストですので索敵に少々時間がかかりますね。接敵まで時間がかかるので必要な人がいれば今のうちにコンビニに行くことをお勧めします。いくら未強化でもそこまで時間かからねえから、たまにはこうやってゆっくり索敵するのもありかもしれませんね。そもそも私たちゆっくり実況だし、うまいこと言えてそうで全く言えてない。敵艦を発見できたので移動します。この場合だと左から回り込んだ方がいい車線が取れそうだね。いい車線を取るためだけに朝4時に起きて眠い目をこすり市場に向かいます。寿司屋の買い付けということで車線が通るまでカット。最初の敵はなしモフだな。ロシアの鈍足巡洋艦など私の敵ではありません。綺麗なフォームで投げたブーメラン刺さってる。まずはミサイルが命中。そして飛行とブレランでも体力を削っています。せっかく発見されたんだから敵艦からのミサイルも欲しいところですね。今回のメインは一応防空だからな。早く攻撃してもらわないと撃沈してしまいそうですね。私めっちゃ強いからやりすぎちゃうかもしれませんし。何言ってんだこいつ。画面にはうまいこと映っていませんが防空が機能し始めましたね。この機銃の音が非常に心地よいです。弾幕はパワーだぜ。ノルマ達成。そして敵艦ナヒモフを撃沈しました。ナイスキル。そのまま右にいる別の敵艦へ攻撃を移します。敵艦は126だな。つまりあの船の艦橋は126階まであると。全然違います。この敵艦はひたすら前進してるようなので横から攻撃します。中山筋肉のような横腹へ攻撃を開始。それだと結構強い横腹してそう。ということで F126 もキルアシストしました。ナイスキル。ということで次の接敵までカット。次の敵艦は足柄だな。この船はボットではなくプレイヤーなので倒すのは骨が折れそうだね。具体的には脊髄が折れそうって意味です。それってつまりは勝ち目がないのでは。プレイヤーだからこそバカみたいに突撃してくるとは思えないので、うまいこと遮蔽物を使っていこうと思います。普段バカ突ばっかりしてるプレイヤーが何言ってんだ。実際足柄と対峙となると結構いい絵が取れそうな気もしますね。ミサイルが多い足柄を相手にするのは今回の編成的にはベストだな。ということで車線を維持したまま足柄との距離を縮めていこうと思います。ここまで距離を詰めたら攻撃してくるだろうな。そして足柄を撃沈。置き土産のミサイルが計4発来ましたが3発を撃墜。3発撃墜はでかいな。そして残るは潜水艦1隻となり、近距離でエンジンを吹かしながらミサイルの迎撃能力を試しています。モダンウォーシップス内にまではびこらそうとするな。煽り運転を。そして2発同時発射のブラバくらいなら迎撃できて、4発同時発射でも頼ることができました。核ミサイルを2発も受けていますけど。そしてタイプ96を撃沈して勝利。どうだったでしょう今回の防空。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録とシェアをお願いします。 TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。リンクは概要欄に載せてあります。他にもいろんな動画を投稿してるからよかったら見てほしいんだぜ。それではご視聴ありがとうございました。